はいどうも、バシティです。ちょっと久しぶりの更新になってしまいましたけど、前の動画でも言ったんですけど、僕骨折してたんですよ。今もまだ完全に完治したわけではないんですけども、ようやくですね、まあ左足のつま先なんですけども、骨折してるのが、骨折というかひびですね。でようやくね、自転車乗れるぐらいになって、着地するとき、その時だけ気をつければ大丈夫かなって感じでね、やってます。今回はこのハンドルバーをね、これだけの高さを上げてるんですよ。この状態で乗り心地っていうのをね、検証しつつ、ちょっとねプラスアルファ、まあ、それだけだと面白くないんで、最近のバンムーフについてのお話を、まあ、5分10分しようかなと思います。あ、その前に、あの前ガチャガチャ言ってた、カラカラ言ってたやつ、完全に治りましたね。やっぱチェーン掃除したら治りましたね。すでに今気づいてる点なんですけども、はっきり言ってですね、ハンドルバーやっぱ元に戻します。あの僕サドルを一番下に下げた状態で乗ってるんですけど、足そんな長くないんでね、はっきり言って手を結構伸ばした状態で乗ることが多いんですけども、この体勢疲れますね。なんかちょっとこう、なんていうの、 BMX とか、そのもしくはなんだろうな、アメリカン、あのオートバイのね、アメリカン、まあ、クルーザーって言ったりもしますけども、タイプみたいに結構気持ちよい感じかなと思ったんですけど、今ちょっと走ってるだけでもう、なんだろう、腕が疲れますね。今日帰ったらもう元に戻すと思います。ちょっとこれは僕は失敗だったかもしれない。はい、あの人それぞれです。サドルも上げたら乗り心地いいかもしれないですけどね。で今日何話すかと言いますと、最近の、ね、バンムーフにまつわる、情報をアップデートしたいと思います。まずね、アプリアップデート、少し前に来てましたね。アプリのアイコンが、黒くなってました。それとですね、ファームウェアのアップデート、これもね数ヶ月前ですけどもありましたね。これに関してはですね、非常に今回多分普通に真面目に乗ってる人たちからすれば何の変化もないアップデート、まあ、多少バグフィックスとかがあったのかなと。まあ、アプリもそうなんですけど、そのファームウェアね。ちなみにファームウェアとアプリの違いって、僕もそこまでちゃんと分かってないんですけど、よりその本体、ハードにですね近い部分の設定というのがファームウェアというふうに僕は感じてるんですけども、ファームウェアに関してですね、アップデートがあって、今確かバージョン 1.8.1 なんですけども、これ結構とある界隈では激震が走ってまして、何が変わったかと言いますと、脱法モードとか脱法アプリみたいのがいくつかって、まあ、2、3ですけどあったんですけど、そういったものが完全には使えなくなってしまったと。何かっていうと、テストモジュールが使えなくなってしまったんですね。簡単に37キロ出せますよと、37キロまでアシストしますよみたいな設定があったんですけど、あのパワーもね、アシスト比率に関してもね同じなんですけども、そういったものが、要はその開発環境みたいのをうまく悪用してですね、爆走できるようにするっていうようなアプリが存在したんですけども、そういったものに対して、やっぱりこれからねもっと普及させていくということを考えるとですね、そういったものに制限をかけざるを得なかったのかなというふうに思いますね。ということでね、37キロ爆走モードっていうのが、アップデートしてしまった人たちはもう使えないと。であと新規で買う人たちもそうでしょう。そして、まあ、10月7日に届くその S5 とか A5 買った人たち、こういった人たちに関してはですね、さらにその辺は厳しくなってるんじゃないのかなというふうに思います。なので、まあ、過去のねバンムーフのいろんな人の動画見て、これなんか US モードっていうのがあってすごいスピード出るんだよとかって思ってる人たちは、まあ、そもそもダメなんですけど、法律的にはねダメなんですけども、それ目当てに買おうとしてる人たちはちょっと考え直した方がいいかもしれません。まあ、いろんなやり方あるんですけども。
それとですね、バンムーフ関連でいうとですね、まあ、情報、まあ、ニュースってわけじゃないんですけども、あとパワーバンク、ありますよね。パワーバンクがね、非常に今入手困難になっているようです。9月10月だったかな、届くのがすっごい遅いですよね。なんか部品が調達できないのか何なのか、ロシアのウクライナ戦争が関係あるのかちょっと分かんないですけど、とにかくねそういった状況みたいです。それとですね、やっぱりエラー54だったり、まあ、いくつかのエラーが確認されてるんですけども、相変わらず起きているようです。僕はね幸い、まあ、過去 E シフター壊れたりはしてるんですけども、幸いね今全然問題なく乗れてるんですけども、結構な勢いで壊れましたって報告、僕にもね DM とかでも来てまして、で某、まあ、名前出さないですけども、ツイッターで、海外のねバンムーフ大好き人間が何人かいるんですけども、その人、その中の一人がですね、また壊れたよということで今かなりブチ切れてまして、もうこの自転車もうやめようかなぐらいな感じになってますね。でそれに対して、まあ、何が起こってるかっていうとですね、要はねサポート体制なんですよね。今何度か壊れて、まあ、壊れるのは致し方ないと、まあさすがに壊れまくるのはどうかと思うんですけども、それに対して、まあ、彼らすごい資金調達をしてるわけなんですよ。にもかかわらずサポートが全然改善されてないじゃないかと、これはね、まあ、言葉遣いとか良かったりするんですけども、まあ、実際僕も壊れた時に修理に持っていけるまでの間に何週間かあったのかな、1ヶ月近く確か、あったんですよ。いつでも持ってってその場で直してもらえるみたいな。例えば、まあ、予約必須なのは別にいいと思うんですけども、例えばアップルのジニアスバーなんかも予約必須ですよね。でもまあ早ければ当日の予約もできます。でもソフトも翌日とか翌々日にはもう余裕で予約できて、しかも受け付けてくれるところがたくさんあるんですよ、ね、例えばヨドバシカメラの中とかでも受け付けてくれたりするんですけども、バンムーフに関してはですね、そういった加盟店みたいななんか募集はかけてるらしいんですけど、残念ながら日本にはないと、直営のその代理店、神宮前にある代理店しかそういった受付をしてないというのはね、未だにそんな状況なので、日本はもっと厳しいんじゃないのかなと、そこが増えていったら僕は嬉しいなというふうに思ってます。まあ、あとバンムーフ関係でいうと何だろうな、そうですね、やっぱり多分皆さん気になってね、 S とか A5 新型ですね、これがいつ届くのかといったとこだと思うんですけども、まあ、10月とかね言われたりしますけども、僕がこれに関してちょっと懸念している部分言わせていただくとですね、まあ、僕も S3 を買って結構待たされてたっていうのがあるんですけども、資金調達してねだいぶ会社大きくなってきてると思うので、昔ほど待たせるってことはないんじゃないのかなって気がしなくもないんですけど、ただ今のパワーバンクの入荷状況とかそういうのを踏まえてですね、結構プラス3ヶ月1ヶ月ぐらいで見といた方がいいのかなというふうに思わざるを得ないですね。それとファインドマイアプリ対応、新型に関してね、第5世代に関してファインドマイアプリ対応申請中なんですって。なのでまだ許可下りてないみたいなところなんですよ。そう考えるとあれ大丈夫かなっていうふうに思ってたりだとか、あとあのパワーバンクみたいなやつが新しいのが出るんですけども、クリックオンバッテリーっていうのがあるんですけど、これに関してもまだ落ちることもできないといった感じなので、ちょっとその辺考えるとね、まあ、もしかしたら本体だけ先に買うって人たちが、まあ、ほとんどなんだと思うんですけども、結構時間かかっちゃうのかななんて思いますね。で、一応ですね、日本に関してはバンムーフ QE に関してはそもそも来年だということなので、まあ、S5、A5 が、まあ、年内日本に入ってくるのかっていうのもね定かじゃないんですけども、バンムーフ V に関しても確実に来年になってくる、来年中に、まあ、手に入ればいいなと思ってるんですけども、まあ、そもそもそれに関してもね追加情報まだそんな出てきてないんですけども、多少ねいろんなまあルーモアだったりとかっていうのが出てきてて、僕の方でかき集めてるような状況なんですけども、ループありますね、ループ増えたね。でそもそも僕がね、まあ一応予約はしてるんですけども、やっぱり保安
ック品とかね、民間なりなんなりっていうのをどうやって設置するのかなみたいな、あんまそういうの一つ一つ自分でやりたくないんで、まあ、それはバンムーフ社の対応っていうのを待ちたいななんていうふうに思っております。バンムーフに関しての、うん、新しい情報に関してはですね、まあ大体そんな感じですかね。まあ細かく言えばね、いろいろあるんですが、ということでご視聴ありがとうございました。